ル。パパトンでーす。パパトンでーす。このテンション。今回はですね、出産後、はい、退院するまでのママトンの、まあ、24時間の、まあ、ルーティーンというか、まあ、どんな感じで動いてたかっていうのを今回はね、ご紹介したいなと思います。はい。まずは、はい、母乳をね、うん、絞らなきゃいけないわけ で最初はちょっとしか出ないから、あ最初は本当に数ミリしか出ないから、うん、あの注射器でね、うん、あのこう絞って注射器で吸ってみたいな感じで、そうでそれをあの哺乳瓶のね、うん、あの乳首の部分に入れて吸わせるみたいな感じで、うん、足りない部分はミルクでね、うん、最初は補ってたんですけど、母乳が出るようになってからその分をあの哺乳瓶に入れ替えて飲ませてるっていう感じでした、うん、母乳を絞るのが3時間おきにあります、うん、実なので真夜中でも朝方でもずっと3時間おきに起きて絞んなきゃいけないで、あの授乳室にね、みんな赤ちゃん連れてくるわけよ、うん、で、おっぱいあげて、で、まだ寝かせてみたいな感じなんですけど、ママトンはあの夜な夜な一人で授乳室に行って、あの搾乳機、今こちら写真出てるんですけど、搾乳機、これ自動的にね、おっぱいを吸う機械なんですけど、これをこう両乳に当ててウィンウィンウィンってウィンウィンウィンって言って母乳を絞ってました。15分から30分絞って、でその後その母乳を GCU に届けに行って、はい、でそのまま哺乳瓶に入れ替えてあげるっていうことをしてたんですけど、まあ、搾乳もその時間がすごいかかる上にあげるのすごい時間かかるのよ。なかなか飲まなくて、まあ、長い時はちょっと1時間ぐらいかかっちゃって、もうゆっくりゆっくり飲ませてて、搾乳でもまあマックスで1時間ぐらい、あげるのでマックス1時間ぐらいってなったら、またもうすぐその3時間のあれが来ちゃうじゃん。だからもうほとんど寝ずに、もう入院中、出産後退院までの間はほとんど寝ないで搾乳してあげて搾乳してあげてみたいな。寝ずってことだよ。そうだって、それ以外の時間にはご飯もあったり、シャワーの時間もあったり、あとあの看護師さんがね、あの血圧測りに来たりとか、かなりしんどいよね。その搾乳中もできればこう寝ながらやりたいみたいな。しんどいね。わかりやすく言うと、じゃあ朝7時から1日がスタートします、はい、でまず7時に、まず搾乳室行っておっぱいを絞ります。で、まあ、絞った後 GCU に行って、あの母乳をねあげますと。でその後戻ってきて8時ぐらい、ちょうど朝食が始まりますと。その後その血圧を測りに来たりとか、あとそのオロがどれが出てるかとかいろいろ見に来てくれますと。結論、産後のママさんはとにかく寝れない、忙しい、それが一番。1日通して30分刻みしか寝れないって俺、そういうこと、単純ね、そういうこと、それが24時間もう毎日ずっと繰り返されて続くっていう。でしかもさ、病院ってさ、ただでさえさ看護師さんとか先生がいつ来るか分かんないから、ちょっとさ、まあ、緊張っていうかさ、そう、ちょっと構えるよね。そう、休めないじゃん、完璧には。ある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 、なんか気抜けないっていうか、そう、これね、入院してる人は絶対分かんない。そうそう、いつ来るか分かんないっていう、ね、そう30分ぐらいのね空き時間しかないって言ったじゃん。でさ、その空き時間にさ、ストーンと30分寝れるかって言ったら寝れるわけなくて、寝るわけねえねえ。基本的に部屋って何人かでいるわけじゃん、まあ、基本はね。そうで、他の人もいろんなモニターをつけたりして、アラーム音が鳴ってたり、ピコンピコン、そうそうそう、でいろんな看護師さんが他の人のとこ行って話をしたり、
あと面会に来る人もいるいる、いろいろ時間問わずいたり、時間問わずね、そうそうそう、逆に30分だから、30分だったら起きちゃってようかなって思っちゃう、そう思っちゃうな、寝なきゃいけないの分かってるんだけど、そう、もう俺も絶対起きちゃう、だから寝ちゃったら起きれないかもしれない、どうしようみたいな、そう、別に寝てもいいんですよ、全然寝てもいいんですよ、だって看護師さんが起こしてくれる、そうそう、ちゃんとお願いすればね、そう、ママとはそういうのがちょっと恥ずかしいっていうか、人に頼れない、自分でやんなきゃって思っちゃうタイプだから、看護師さんに起こしてってお願いするのを躊躇しちゃって、そうそうそう、自分で起きますって言って、そうそうそう、あのね、これはね、あの性格だよ、タイプは性格もあるで、自分で携帯のアラームをもういくつかちょっとかけて、そう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 、で夜中にこう、もう眠いみたいな感じのうとうとしながら、そうね、あるあるっていう感じで、あるある、でもね、これはね、でも分かる人絶対いると思う、うん、まあ、そういう感じで、はい、そんなことがあるわけです、そう、ママトンみたいに、まあ、NICU とか GCU とかに、まあ、預けてる場合には、うん、直後ができないから、うん、まず自分で搾乳機で絞って、時間をかけて絞って、その後また行って直接それをね、うん、哺乳瓶で上げに行ってっていう感じで、まあ、2倍時間かかってるみたいな感じのところがあるわけですよ。まあそうね、そうそう、もちろんね、直接場に上げてる方の中でも、あの飲む量がまだ最初は少ないから、その後ミルクを足して自分で上げるっていう方ももちろんいらっしゃるので、同じような感じになったりする場合もあるんですけど、まあ、そういう感じで産後のママさんたちはもうとにかく睡眠時間を取ることができず、授乳に追われるっていう、やるねで、それがもう結構長い間続くので、ママともね、今退院してルイトンが戻ってきてからもね、本当大変なんかね、変なテンションっていう、なんていうのかな、分かる分かる、 ずっと起きてる感じ、起きてなきゃいけないからね、そう、でも家に帰ってきてからは続けて1時間続けてね、1時間は寝れるようになったかな、うん、でも合計2時間ちょっとぐらいが1日の睡眠時間多分出産後ね、しばらくあのルイトンがだけが入院してて、ルイトンが先に退院した後、あの母乳をね絞って冷凍して届けに行ってて、そでママトンが病院にいない間はその看護師さんが母乳を解凍して、うん、それを哺乳瓶であげててくれてたんですけど、冷凍母乳が、ね、こんな感じですね、うん、この母乳パックっていうのがあってそこに入れて冷凍して、でシール貼って持っていくっていう感じですね、うん、こういう便利なものがねあるからね、今あるよね、便利便利、うん、ライトの時も使いましたから、使ってましたね、え、ほんと、うん、そうだよ、そうそうそう、全然使ってたまあ家にね、今はもう帰ってきたので、うん、直接母乳あげれるようになってかなり癒されております、はい、あとパパに協力してもらってね、協力してください、かわいいよレイトかわいいよ、かわいいね、ほんとにこの方がかわいい、いや、もうライトもかわいいぞ、お前かわいいぜ、かわいいからかっこよくなってきたね、あなた、そう、お前だんだんな、かわいいからちょっとイケメンになってきたな、なにこのポーズいけてるな、いけてるな、違うというわけで、まあ、産後ね、同じく忙しいママさん、家族に協力してもらって、たまにはね、あのゆっくりする時間作ってください、ママともね協力してもらって、たまには寝たいと思います、今回は産後の赤ちゃんに授乳する24時間の紹介でした、というわけで今回もご視聴ありがとうございました、バイバーイ、アデュー、アデュー